皆さんごきげんよう。僕の YouTube のチャンネル登録者数の一番のピークが、えー、854人とかだったんですよね。そまあ、一気にガボッと増えたんですよね。まあ、70人とか。で、まあ、この増え方はあんま健全じゃないかなと思いつつも、まあね、チャンネル登録していただいたことに関しては、ま、嬉しいから、まあ、僕としてみれば、まあ、すごい良かったしありがたいことだったんですよね。でもやっぱなんやかんやでその増えた反動でバコッと減って、 えー、ピークの854人から840人とかに日、うん、に日に減っていったんですよねで。僕は動画を出しても出しても、まあ、減っていく感じで,でもちろんね、あのこれはまあしょうがないとは思っていたんですよね。そのがっつり増えた反動として。でもやっぱ動画を出しても出しても日に日に減っていくっていうのは、まあ、ネガティブなことでもあり、まあ、焦りとか不安とか、まあ、なくはないんですよね。でも まあそんなね事実も受け入れた上でじゃあ自分はどうすればいいのかって考えてやっぱあのコツコツ一本一本の動画をまあ一生懸命撮るまあ自分の哲学とかまあ価値観とかを一本一本の動画にまあ詰め込んでまあちゃんとね笑わす時は笑わす謝る時は謝るちゃんと物申す時は物申すやっぱそのうん気持ちを込めてあの作っておりますそういった意味で僕はまあ1000本以上動画をえ撮ってるんですけど まあね、あの人から見たクオリティとかは低かったりとかしか喋り方が下手くそとかそういうのはあるかもしれないけどあの一本一本その時その時でベストを尽くしてあの一つも惰性で動画を撮ったことはないっていうのはあの僕の中では自負しております。それでまあ、まあ、チャンネル登録者数が減りましたっていう動画を出したんですよね過去に。その時に布、ま、袋、あ、さんが、まあ、僕は結構好きで、まあ、僕のロックの入り口はボーイだったんですけど。 さんが NHK のトップランナーで、まあ、どんなになんか辛いことがあっても苦しいことがあってもやっぱそこで歩みを止めないものだけにはその幸運の女神は褒んでくれる、まあ、チャンス落訪れるっていうことをねすごい防衛の解散理由とか、まあ、自分の人生哲学、まあ、ギタリストとしてのモットーとして、まあ、精神論なんですけど。 まあそういうのがあるってことを言っていてそれはグッドラックっていう海外の本からまあ引用してるもんで、まあ、僕もそれ過去に読んだんですよねでそれが本当になんか僕の中であの軸になっている、うん、価値観であってそういうふうになんか逆境とかそのうまくだからペダルを漕いでも漕いでも前に進むところが後ろに下がっちゃうことってやっぱあるじゃないですか仕事でも、まあ、恋愛でも人生でも、まあ、そういう時に絶対にそのえ歩みを止めないまあ 小さなパンチでもいいから打っていく、小さな一歩でもいいから前に出ようとするっていうあの気持ちが非常に僕は大切だし、そこを重んじてるんですよね。まあ、それでまあ、うん、まあ減っていった事実も受け止めて、あの一本一本まあ動画を一生懸命撮って、で、んやかんやで、一番ピークだった855人、854人かを取り返しました。で、今855人かな。もちろんね、こうやって動画を出して、あこう通知来てうぜいなと思って、減らす人を 離れる人もいてまた減るかもしれないんだけど、まあ、別にそれはそれでいいんですよ。まあ、自分がやったっていうその行動とかその、ね、プロセスが僕は大事だと思うんですよね。その気持ち的な問題とかそういった意味で僕はその、ね、あの数値とかお金とかみんな、ね、こだわるけどやっぱ僕はどっちかっていうとその時の心の状態とか精神、まあ、性とかその魂とかそっちをあの重んじてるわけなんですよ。まあ、そういった意味で、まあうん一本一本 一生懸命、そのねあのねあもちろんね僕のその、うん、本当にその考えていること、思っていることとかをどんなに一生懸命動画で話してもやっぱ見てくれないんですよね。だからあの人ね巻き込んであの僕がその動画を撮れば見てくれる回数が増えるんですよね。それが例えば、有名人、ねテレビに出ている有名人とか YouTuber とかまあいろんな人を僕は扱います。で 平等なんですよね全部に対して僕はこの人だからこうとかなんかそういうなんか忖度とかせずに中立にやってきたつもりですでもなんか面白いことにユーチューバーを扱えばユーチューバーである僕の動画の再生数は伸びるんですよねこれもなんかねそういう仕組みがあるのはまあしょうがないし否めないんだけどうんいいことなのかなと思うんですよねなんでね例えば僕がすごい松本人志が好きで松本人志に対する 思いとか気持ちを、ね、強く語っても、まあ、再生数がまあ100いかなかったりすれば、ね、YouTuber で例えば最近で言うと基本1人とか清田とかをまあ見て思ったことを熱く語れば再生数がガッていくんですよね。なんでって俺は思うんだけど、まあ、これが現実だからしょうがないんですよね。だからといってねそれを逆手にとって、まあ、そういう数字狙いでそういう人たちばっか使うのも嫌だしとかバランスを考えてやって。 いきたいですまあとにかくあの今ねコロナ禍で仕事がうまくいかないとか、ね、まあ、こんだけの高齢化社会であの自分の家族がなんかね死をきたしているとか、まあ、いろいろ大変なことはあると思うんですけど、まあ、それでもねまあそういう事実は事実である以上し仕方ないんだけどこうやって一歩をちゃんと踏み出す今自分ができることをしっかりやるっていうことの 積み重ねてあの絶対にその道は開けるし、うん、間違いなくそ,のそんなあなたを見てくれる人はいるからあのしっかりやっていくってことが大事だと思うんですねだから人事を尽くして天命を待つって言葉は僕はすごい好きです、まあ、めちゃくちゃなんか真面目な話になっちゃいましたけどまあバカもうやりつつその、うん、笑わせるところは笑わせるしっかりやっていきたいわけですだからまあ僕でもそのがっつり減った ね、そのチャンネル登録者数を、まあ、コツコツやって、まあ、時間はかかったけど、まあ、何週間かかかったけどしっかり取り返せたから皆さんがなんか、うん、ちょっとうまくいかねえなとかね恋愛とか仕事とか、まあ、金銭面でもやっぱしっかりその時その時でできることをやっていけばあの必ず取り返せる、うん、取り返せるよってことを言いたいし、まあ、そんなあなたを味方してくれるいい人間もいますよってことをまあお伝えします。まあ、こういういねあの 人生哲学をモットーに取っていきたいんだけど、まあ、それだけじゃつまんねえから、これからもいろいろやっていきます。どううもありがとうございました。